リーグ5位からの巻き返しを図るヤクルトにさらなる暗雲が垂れ込めている。5日のソフトバンクとのオープン戦に1番センターでスタメン出場した西川春樹外野手は5回先頭の第3打席で3番手武田が投じた142キロ直球が右足首付近に直撃。トレーナーと共に足を引きずりながらベンチに戻ると高津慎吾監督はすぐさまダイソーを送った。春季キャンプ中には守護神の田口和人投手、奥川康信投手がコンディション不良で打ち上げを待たずにチームを離れていた。高津監督はまともに青写真もかけない誤算続きに当時これだけ怪我人が出たら戦えないと話していたが、高津もシュートが生命線のピッチャーなんで仕方ないって言葉がどれだけバカだったかわかる。去年やったことをやり返されたんやろな。オープン戦で去年の生産や武田やり返せ、やられてない武田がやり返すのは意味不明すぎて草。オープン戦の四球下は結構見るな。一軍ボーダーの若手投手が厳しい内角攻めで当ててしまうパターン。まあ武田はもうベテランに近い中堅選手やけどな。ヤクファンやがそんな故障者多いか、むしろ今年は少ないと思うんやが。攻めた結果なんだから高津も文句は言えんでしょう。高津の投球感的に今回の四球も致し方ないと捉えてるんかな。高津もこれで主力選手が四球で離脱する痛さが分かったやろ。高投だけど武田は明らかに制球ができてなかった。これじゃ一軍でも使うところない。戦力外で拾った選手の怪我で戦力の計算が狂うようじゃな。ヤクルトは散々ぶつけて怪我もさせても高津が開き直る発言をしてきたんだし、野球ファンからの厳しいコメントが多いのはしゃあない。本当にルールを変えてほしい。こんなの当てたもん勝ちにしかならない。そんなんルールにしてもうたらヤクルトは無効試合だらけになってまうやん。高津がこれで死球の怖さを再認識してくれたらええが。厳しい内角攻めするチームが厳しい内角攻めをされるのは当然。他球団の選手を怪我させてきたチームの監督が泣き言言おうが、いやそれ去年の他球団の監督のコメントな、としか言えん。これは落ち合いの言葉やが、コントロールできる力がない投手はインコースに投げるな、という言葉があるぞ。そら西川はかわいそうやし心配よ。Y はデッドボール当てたことに関しての高津の言動行動が許せんだけなんよな。